絶対に逃がさん。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤い。ジンベイの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。踊れ、人の心配しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したかの。心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るんか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろうものだ、大層じゃのう白ひげ海賊団。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよ。いもはや言葉で治るもんじゃあれやせぬ。好きにせい、海賊という悪を許すな。やるよ。さあ頼むぜ。よう見ちょれ、てめえには何もしていねえぞ。制裁じゃ、優勢火山、悪を許すな。覚悟せい。うわシロヒゲとエース、戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の1人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、1人の海兵が立ち上がった。海兵、もうやめましょうよ。もうこれ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに、目的はもう果たしてるのに、誠意のない海賊を追いかけ、やめられる戦いに欲をかいて、今手当てすれば助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて。今から倒れていく兵士たちはまるでバカじゃないですか。ああ、誰じゃ生き様、数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。だけど僕は言ったんだ、
言いたいことを悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今、世界の運命を大きく変えた。俺は、あの船。なんでここに、四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。